ドブソニアン望遠鏡はニュートン式望遠鏡の一種で赤道儀式課題や三脚を用いず大砲の課題に似た素朴な課題を持つ大口径の望遠鏡のこと大口径の望遠鏡を安価かつ軽量に作ることができる点が評価されて1980年代頃からアマチュア天文家の間で一定の普及を見ることになった2018年現在 ニュートン式望遠鏡に限って言えばドブソニアン型が製品数や出荷数において主流となりつつあり、特に口径40から50センチメートル以上の望遠鏡で市販されているものはドブソニアン型に限られている。ドブソニアンという名前は1950年代にこの型の望遠鏡を考案したアメリカ合衆国のアマチュア天文家ジョン・ローリー・ドブソンにちなむ。 アマチュア天文家の間では単に、ドブソニアンとも、さらに短く、ドブソあるいは、ドブなどとも言われることがあり、英語でも DOB と略称されている。元は地面に直接置ける、水平回転する板の上に、大方式の課題を乗せ、そこに望遠鏡を乗せたもので、一応二軸であったが、最近はよりシンプルな機構としては、一軸と呼んで良いようなものもあり、 その部分に関しては様々なタイプがある。天体望遠鏡は都市部から離れた夜空の暗い土地で星雲、星団や銀河などの極めて淡い天体を細かいところまで見るためのものであるが、その性能を決定するのは何より主教の光景である。すなわち大光景の望遠鏡は集光力が大きくかつ分解能も良い。しかし、 おおむね30センチメートル以上の光景を持った望遠鏡を精密かつ頑丈な課題で支え制御しようとすると従来はとても持ち運びのできない大きさと重さとなり何よりアマチュアが手が出せないような高価なものとなってしまう。よって望遠鏡を抱えて出かけなければならない都市部のアマチュア天文家にとって大光景の望遠鏡は諦めざるを得ないものであった。 しかし楽しみのために肉眼で天体を見ることに目的を限定するならアマチュア天文家にとって精密すぎる課題はどうしても必要だというものではない。ドブソニアン望遠鏡が目指したことは何よりも大口径の望遠鏡を持ち運びが可能なように精密さを犠牲にしてでも課題を軽く簡単に低コストで作ることであったと言える。現在では商品として売られている。 ドブソニアン望遠鏡も増えたが、購入後に改造を加えることも行われる。さらには、材料から自作されることも多い。そのためドブソニアンの簡略化された課題は、日曜大工で簡単に工作可能であることが重要であり、またそうした工作を施すことや、製作の工夫がドブソニアンの魅力の一つになっている。ドブソニアン望遠鏡が、アマチュア天文家の世界に与えた最大の影響は、 従来、大光景とみなされた望遠鏡にも手が届くようになったことである。1970年代ならば2 0センチメートルの光景を持つニュートン式望遠鏡も十分大きなものとみなされていたが、ドブソニアンの普及によって、現在は4 0センチメートルの光景も普通のものとなり、8 0センチメートルでさえ稀なものではなくなった。ドブソニアンの愛好家には、 分解したドブソニアンを車に積んで郊外に出かける観測スタイルが共通のものとなっており、各地で開催されるアマチュア天文家の官房会でも、こうした巨大なドブソニアンが主役となっている。ドブソニアンは伝統的な分類としては単に経緯大式課題を持つニュートン式望遠鏡の一種と言えるが、前述の目的に沿って実用上の様々な工夫を施した形式である。 すべてのドブソニアンが同一の決まった形式を持つわけではないものの、ジョン・ドブソンが作った元々のドブソニアン望遠鏡を参考にドブソニアンの各部の特徴を挙げるなら次のようになる。ドブソニアンのデザインは年とともに様々に発展し、工夫がなされてきているが、自作、商品を問わずその多くは上に挙げたような特徴の多くを有している。基本的に経緯外式課題なので、 通常の経営大式課題を持つ望遠鏡と同様の欠点を持つ。赤道儀式課題と異なり、地球の時点に合わせて移動していく天体を容易に追跡するようなことができず、視野から天体が逃げていかないように、数分ごとに2つの軸を使って望遠鏡本体を動かさねばならない。特に天頂方向の天体を追跡することは非常に難しいものとなり、 また高い倍率での観測も不向きである。これに伴って惑星や月のような明るい天体以外で天体写真の撮影に利用することにも向いていない。また、通常の望遠鏡は円形の強度が課題の円形の筒で挟み込まれるようになっているため、接眼部分が天体を見やすい方向に向くように、強度の長軸方向に自由に回転させることができる。 しかしドブソニアンでは通常共闘と課題の間の自由度は高度方向の回転だけなのでこのようなことができず接岸部分が望まない方向に向いてしまうこともある現在ではこうした欠点を補うためにドブソニアンの経緯大式課題を別途コンピュータ制御式の赤道儀式課題に搭載したものも一般的になっている従来のドブソニアンでは多少なりとも 光学系や筐体の精密さを犠牲としているため、このことによる欠点も現れた。望遠鏡で歪みのない像を得るには、鏡やレンズの向きを精密に調整して、軸を観測前に合わせておくことが不可欠である。ドブソニアンは運搬することが多いために、光軸が狂いやすいが、鏡頭などの精密さを犠牲にしている分、この光軸合わせの作業も難しいものとなった。 さらに、一般に、望遠鏡は、主鏡の各部分からやってくる、光の波が強め合うことによって、光を明るくする。もし主鏡の精度が正確なパラボラ面から、光の波長の位置、4以上もずれてしまうと、ずれた光の波同士はかえって打ち消し合うことになり、主鏡の精度を犠牲にしすぎれば、実際には大光景にする意味が失われてしまうことになった。ドブソニアンは、 共同をコンパクトにするためもあり、短い焦点距離を持つ重きが用いられることが多いが、こうした単焦点の鏡はむしろより精度が必要とされる。現在では主教で1、8ラムダの面精度を持った鏡を高精度で調整できる製品が登場している。ありがとうございます。